はい、また素晴らしい記事が出てますので、ご紹介させていただきますけど、アイラドットですね。トシノミヤ殿下は有言実行と、そうなんですよ。すごいんですよ。トシノミヤ殿下は点と点が線で繋がってるんじゃなくて、ずっと線なんじゃないのかなって思うんですね。めちゃくちゃすごいですね。後で説明しますけども。抱き続けた。困難にある人を助けたい。新社会人の抱負に込められた思い。天皇皇后両陛下の長女、トシノミヤ殿下は4月1日、日本首席従事者の入社式に出席。社会人としての生活をスタートさせた初出勤のご様子に、トシノミヤ殿下が生まれた2001年から皇室番組の放送作家を務める菅典子氏が思い浮かべたのは、トシノミヤ殿下が困難にある人を助けたいという思いを長く持ち続け、それを実現させたことだったと。そうなんですよ。最初から線だったんですよね。これがすごいことなんですよ。ジョブズは点と点をつないで線にする話をされてましたけども、僕の解釈としましては、人っていうのはいろいろ経験するじゃないですか。それがランダムであろうが、点と点はつながって、最後は線になりますよ、みたいな解釈なんですけども、しかしながら、豊臣殿下はずっと夢に向かって行動されてたんじゃないのかなと思うんですよ。初めから一直線だったって思うんです。これ、なかなかできる話ではないですし、すごくかっこいいですよ。幼い頃から思い続けてきたことを実現され続ける。もうそれは、まあ、伝説ですよね。これって一番かっこいいことなんですよね。普通は分散するんですよ。夢とか目標を持っても叶わんかったりするんですよ。違う夢が出てきたりとか分散するんですけど、トシノミヤ殿下の場合は、困難にある人を助けたい。こういう思いを長く持ち続けて、そして実現されてるんですね。一直線なんですよ。未来から過去に向かって時間が流れてるのかって思うぐらいですよ。やっぱり一般人とは全然違うんだなって思いました。一席での豊臣秀吉殿下の所属はボランティア活動推進室の青少年ボランティア課といきなりの花形部署だったんですね。まあ、そして情報誌の編集に当たられてボランティアの研修をされたりとか具体的な内容が明らかになりましたね。そのボランティアさんは多くのことを豊臣秀吉から学ばれるでしょうし、将来多くの人を救われると思います。その対象は日本だけではなくて世界中に広げられていくって思うんです。一番かっこいい実現の仕方なんじゃないかなと思いますよね。普通はなんかステップがあるじゃないですか。自分を高めてその後に人、そういうステージがあると思うんですけど、豊臣秀吉殿下はもう困難にある人を助けたいんですよ。最初から国民の方向を向いているんです。最強の利他主義。だから豊臣秀吉内親王殿下こそ国民の象徴であられると。日本だけではなくて、世界中の象徴じゃないのかな。見習うべきことはたくさんあるんだろうって思いますし。この配属先が報じられた時に、2022年3月に行われた青年の記者会見での言葉を思い出した人もいるんではないだろうか。豊臣秀吉殿下は国内外の出来事への関心についての質問にこう回答されていたと。国内外の関心事につきましては近年自然災害が増え、またその規模も徐々に大きくなっていることを心配しています。そのような中でボランティアとして被災地で活躍されている方々の様子をテレビなどの報道で目にしまして、自分の住んでいる街であるとかないとかに関係なく人の役に立とうと懸命に活動されている姿に非常に感銘を受けました。私の親しい友人にも東日本大震災で被災した福島県の復興支援にボランティアとして携わっている友人がおりまして、私自身災害ボランティアにも関心を持っておりますと、その思いを実現されたわけですよ。ちょうど2年前に話していた関心事を自分の進路に選んで、新社会人として突き進む姿に愛子様が生まれた2001年から、皇室番組の放送作家を務める杉典子さんはある姿が思い浮かぶと、よく番組で愛子様を報じるときに使用する過去の映像で学習院初等科2年生の運動会の様子がある。愛子様がリレーの代表選手で出場し、ガッツポーズされるシーンですよ。どのタイミングを思い出しても、全部今に繋がってるんですよ。直線なんですよね。黄色い鉢巻きをした豊臣秀吉が両手を挙げて喜ぶ映像、柘植氏はその時の様子をこう続ける。あの時は豊臣秀吉は前の走者からバトンを受けて全力疾走してぐんぐん差が縮まりました。追い抜くことはできなかったんですけど、次にバトンを渡されて豊臣秀吉のチームは優勝されと、その喜びであのガッツポーズが出たと。新社会になられた豊臣秀吉を見ると、幼い頃から目標に向かって全力で突き進む強い実行力の持ち主だったんではないかと思いますと。まさにそうで、一直線なんて凡人がなせる技でないですよ。豊臣秀吉殿下は走り抜けられる強い実行力の持ち主であられるし、どこを思い出してみても全部今の活動につながってますからね。世界最強の有言実行と思います。
全力を出し切る年読みや殿下の姿はもっと幼い頃からあったと次氏は言うと、4歳の時からスケートを教えていた先生が話してくれたんですけども、練習の最後にチームに分かれてやっていた対抗リレーをすごく楽しみされたそうで、順番が回ってくるとスタートダッシュをしてものすごく真剣な表情だったと。そんなエピソードからも自分の目標が定まったら全力を注がれるんだろうと思いますと。しかもそれがずっとなんですよね。何億キロのマラソンを走ってらっしゃるんですかと。持久力も忍耐力も凄まじいですよ。年臣殿下、卒論とかを見ても全力で注がれるんですね。普通の大学生だったら卒論の適当に出して卒業できればええかみたいな話ですからね。そうではないですよ。やっぱ違うね。見習うべきことはたくさんあるって思います。すごくやる気が出てきました。年臣殿下が紡いだストーリーと。日本赤十字社に就職されて常勤の嘱託職員であられますので、ものすごく熱心に働かれてるんですよ。本当にありがたい話です。また柘植氏は年臣殿下の日本赤十字社内定の報道を受けた時にも思い出したことがあったと。あの有名な看護師の愛子であると全部繋がってるんですよ。日赤に就職されると聞いた時に思い出したのは、年臣殿下が学習院中等科1年生ですよ、中学校の。ですから年臣殿下は文才と言われてたわけです。これは忖度でも何でもなくて、本当に文才なんですよ。実物を見ると凄まじいですよ。悠仁くんの、振動化ではなくてね、あれは無理がありますからね。で、ご自身のお気持ちを客観的に分析されていて驚きましたと。様々な視点から物事を捉え、それを言葉で表現する力を小学生ですでにお持ちなんだと。放送作家の方にそう言われるんですね。すごいことです。診療所にやってきた怪我をした海の生き物を看護師の愛子が一生懸命看護師助けてみんなに希望を与えるというストーリーでした。困難にある人を助けたいという気持ちが幼い頃からあって、成人されてからもその気持ちを醸成されてきたんではないかなと思います。看護師の愛子の時から愛子様には将来進みたい道を漠然とですが持っていらっしゃったんではないかと、就職された今になって思いますねと。一直線なんですよね。私はこういったことを勘案すると、年臣殿下が皇太子になられて、ゆくゆくは次代の天皇陛下になられていただきたいと思うんですよ。ですからその未来からここに時間が流れたらいいなって思うんですけどね。僕はそういう風に謝れるんじゃないのかなと思います。だから伝説の幕開けってわけですよね。4月2日に発表された日本赤十字社への就職に際しての宮内記者会からの質問に回答された文書の中にも冒頭にこんな言葉がありましたと。私は天皇皇后両陛下や上皇上皇后両陛下をはじめ皇室の皆様が国民に寄り添われながらご公務に取り組んでいらっしゃるお姿をこれまでおそばで拝見しながら、皇室の役目の基本は国民と苦楽を共にしながら務めを果たすことであって、それはすなわち困難な道を歩まれている方々に心を寄せることでもあると認識するに至りましたと。それを幼い頃からやられている生まれ持ったご自身の素晴らしさ、そして素晴らしいご教育の賜物だと思います。凡人は分散しますよ。目標とか夢なんて、僕なんて分散しまくりですからね。テレビの影響で弁護士になりたい、建築家になりたいみたいな感じですけど、結局今エンジニアですからね。弁護士になりたいって思ってたのに理系に行ってますからね。あれみたいな話ですよね。点と点にも繋がらないわけですよ。全然繋がってないですから。あれおかしいなというわけですけど、まあこういう人が多いんじゃないのかなって僕は思いますね。でもやっぱり思うのは、例えば幼い頃からサッカーしててサッカー選手になったらかっこいいじゃないですか。その最上位系かなって思うんですよ。サッカーもすごいかっこいいですけど、年臣殿下の場合は人々を助けたい、救いたいなんですよ。これは最高次元の目標で、それをずっと幼い頃から考えられて、しかも実現されてるんですよ。最強の有言実行能力ですよ。ここがすごい点で僕は強く思います。もうそれがティアラを作られなかったり、節約されてたり、留学も大学にも行かれなかった。全部繋がってるんだなと。ご立派です、本当に。この文章回答に次氏はこう感想を話すと。愛子様の今の姿や思いは、看護師の愛子という創作のファンタジー小説にすごく通ずるものがありますよね。そうですよ。日本赤十字社のご就職はまさに自分自身が目的に向かって全力で取り組む目標達成力、そして妥協しない意志の強さも感じる。まさに有言実行の賜物ではないかと。はい、まさにおっしゃる通り、これはなかなかできることではありません。そして反面教師あげますけども、有言実行の反対は何なのかなと思ったんですけども、不言実行って有効無効とか下先三寸とかですね、
もっと簡単な言葉で私は言いたいですから、口から手任せとかですね、そういうわけじゃないですか。誰か言いますね。有効無効です。口先から出任せばかりで実行が伴わないとか、口先だけの巧みな弁説と、巧みではないですけどね。上辺だけの上手い言葉で中身が備わってね、秋篠宮ですね。あれおかしいですね。秋篠宮さん、例えば秋篠宮邸改修についてなんて、口から出任せだらけですからね。そもそも論理判断してるんですよ。皇族の教養の伝託として、今赤坂東邸が使われてますよと、そういうようなことが書いてあるんですよ。いや、もともとなんですけど。でも、皇族の教養の伝託として使ってもいいですよ、みたいな謎の上から目線で言ってるんですよね。しかしながら、紐解いてみると、テレ東さんがバラしてましたよね。赤坂東邸の横にある事務棟をぶっ壊して、そして亡くなってるんですよ。なぜ事務棟をぶっ壊して事務棟を作るんですか？ただのエゴじゃないですか。しかも赤坂東地区に作ってるんですよね。そこは教養の伝託ではないですから、秋篠宮邸の事務棟に変わってるんですよ。こういうトリックなんですよ。口から出まかせの例じゃないですか、こんなの。口から出まかせばっかり入ってるんですよ。そしてダブルスタンダードばっかりしてるんですよ、秋篠宮さんは。ちょっとは年宮殿下の有言実行能力とか、一回言ったことは曲げないとか、そういうことをちょっとご意識されてはいかがかな。もともとその塊みたいなもんですから、成り立たないんですけどね。まあ、久人くんにおいても言えます。久人くんは、不正によって有言実行してますからね。裏口によって有言実行してますから、ね、まあ、それが怖いですけど、東大はどうなるのかなとか思いますけどね。結局、筑波も裏口ですね。あとは、お茶の水もそうですし、東大はどうなるでしょう。それは有言実行と言わないですけど、さあ、どうなるでしょうね。圧倒的な差があるなと思いました。以上です。それでは皆様ご一緒に地下室お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、さよなら。